食い途中なんですけどね。今思ったんだけど、テゾーロ強すぎじゃない？あいつ半端ないって、大迫半端ないってってくらい、テゾーロ半端ないってって感じだもん。だってあいつやべえじゃん。野心、白色、心スロット有利扱いなのに、体力半分以上になったら全スロ、心スロットにできるわけでしょ。まあお邪魔を何かでね、まあ、変換しとけばいい話だからって考えると最強じゃね。これでいけると思うんだよね。